吉田さん、秋元康さんの名言ってのはあのおにゃんこクラブ恋愛禁止ですよね。おにゃんこクラブ恋愛禁止なのに秋元康さんはおにゃんこクラブのメンバーと結婚したというねこれは名言でしょう <laughs> 恋愛禁止にしといてで自分だけねその無防備な状態に突っ込んでいくみたいなねしかも秋元康さんね若い頃からねまあいい言葉がバンバン出ていくんですよ 若い子のハートを掴むような言葉をね。えそして、一方的なマウントが最初からあるじゃないですか。秋元康さんに嫌われたら、デビューできない、有名になれない、番組降ろされちゃう。みたいなところから、なんとか秋元康さんを好きになろうとする、まあ、努力が女の子たちの中にありますんでね。それは恋愛に発展するのはそんなに難しいことじゃないかなというところありますよ。まあでもね、秋元康さん、美空ひばりさんの曲もね、素晴らしいのを書いてますよね。うん、まあ天才ってのは、 何をやっても天才なわけですよ。で、これは読み人知らずなんですけども、こういうことを言われてる人がいます。人間は人からいろんなものをもらって生きていく。でも、世の中に何かを残した人の言葉が、思いが死後も生き続けるみたいなね。こんなことだと思うんですよ。だから、中本浩二さんも、猪狩谷長介さんも、志村けんさんも、寿命はね、 コントロールできなかったんだけども、人々の心に残ってずっと語り継がれる。つまりは人の記憶には生き続けるんですよね。日々、ものすごい数の人が死にますけども、その存在すら知られずに死んでいく方が多い中でね、やっぱり70年、80年、お茶の間や人々の心に笑いや励ましを与えた人って、その励ましっていうのはこれからも 人を励まし続けるんでしょうねきっとね志村けんさんのお笑いとかネタっていうのは多分日本に最も浸透している習慣として息づいてるんですよそれが最初はグーでしょうねこれじゃんけんする人ほとんどが最初はグーって由来も知らずに使ってるんじゃないですかということでね今回志村けんさんの最初はグーこれで締めていきましょうかそれじゃあ21日今日もスタートです